1941年、東部戦線において、M24 型柄付け手榴弾を投擲するドイツ兵、M24 型柄付け手榴弾は、第一次世界大戦中に、ドイツで開発された柄付け手榴弾である。小さい缶詰型の作薬に、木製の棒をつけた形状から、イギリス軍将兵から、ポテトマッシャーというあだ名がつけられ、ドイツ語では D、D カートフェルプレスという、 20世紀を代表する不評用兵器として知られる。和名は24年型柄付け手榴弾。第一次世界大戦から使用されていたヘアブラシ型手榴弾 M1915 の改良型で大量の作薬を発火させることにより起こる爆発で相手を殺傷する。有効範囲は約10メートルで攻撃型手榴弾に分類される。発火方式は摩擦発火式を採用。 円柱形状の木製の柄の中に玉柄につながる紐がついており、使用方法としてはまず柄のねじ込み式安全キャップを外し、その中にある鉛製の握り玉がついた紐を引き抜くことによって摩擦で導化線部に着火させ、投擲3から4秒の遅延時間を経て爆発する。指や手首に紐を巻きつけたまま投げることで、投擲と発火を同時に行うこともできる。 また、対戦車戦闘に用いるために、柄と新艦を外した、弾頭部六甲針金などで一つの、柄付き手榴弾の弾頭部に巻き付けた、収束装薬として使用することもできる。その場合には、通常の7倍の火薬量となるが、ただし基本的には、対人用兵器であり、主装甲の破壊は難しいため、開口されたエンジングリル状や履帯などの弱点部位に対しての、 攻撃に用いられた。柄付け手榴弾には3種類あり、が存在する。M24 の発展型としては、M24 と同じ構造で全長を4 0 6ト、mm、ルとした M39 型。対戦後半には新艦を弾頭の上部に移した M43 型が作られた。M43 型では木柄を中空構造にする、必要がなくなり、単純な棒状の柄となった。 さらに、破片効果を増すために、弾頭に被せる、中鉄製アタッチメントも使用され、蒸気の各型手榴弾と共用できる。M24 型柄付け手榴弾の登場作品を表示するには、右の表示をクリックしてください。M24 型柄付け手榴弾の訓練用、カットモデルドイツ軍が登場する作品、戦闘シーンの多くに登場する。創作では、 アメリカ軍のマーク2シリューダ弾を意識したと思われる。ピンを抜くことで発火したり、また紐を引くだけで抜けない描写がしばしば見られるが、上記の通り、M24 は紐を引き抜く方式であるため、これは誤りである。ありがとうございます。